楽しい日本語準備体操カタカナクイズ。皆さん、今日はカタカナクイズに挑戦しましょう。どのくらいできるかな？頑張ってください。全問正解するぞ。えいえいおう。全問正解するぞ。えいえいおう。次の言葉を聞いて正しい書き方を選んでください。チョコレート。1番はチョコレート、2番はチョコレート、3番はチョコレート、4番はチョコレートです。正解は2番のチョコレートです。昔じゃんけんをしてチョコレートと言って進む遊びが流行っていました。では次の問題です。次の言葉を聞いて正しい書き方を選んでください。ヘリコプター。1番はヘリコプター、2番はヘリコプター、3番はヘリコプター、4番はヘリコプターです。正解は3番のヘリコプターです。では次の問題に行きましょう。次のアンダーラインに何を入れたらいいですか？私はいつも紅茶にを入れて飲みます。1番はミルク、2番はガソリン、3番はソース、4番はミシンです。答えは1番のミルクです。紅茶はガソリンやソースを入れて飲むものではありません。ミシンは洋服を縫うものです。紅茶には入れません。大きすぎて入りません。では次の問題です。次のアンダーラインに何を入れたらいいですか？昨日友達が誕生日のをくれました。1番はレシート、2番はプレゼント、3番はライオン、4番はダイナマイトです。正解は2のプレゼントです。ライオンは世話をサボると私が食べられてしまいそうなのでいりません。レシートやダイナマイトをくれる友達は欲しくないです。では次の問題です。
次の質問に答えてください。暑い時に何を飲みますか？1番はアイスクリーム、2番はプール、3番はクーラー、4番はビールです。正解は4番のビールです。アイスクリームは食べるものです。クーラーはエアコンのことです。プールの水は飲むためのものではありません。泳ぐためです。では次の問題に行きましょう。何を着て仕事のミーティングに行きますか？1番はネクタイ、2番はスーツ、3番はシーツ、4番はネッカチーフ。正解は2番です。ネクタイは締める、ネッカチーフはかぶると言います。着るとは言いません。シーツを着て仕事に行ったら間違いなくクビになります。では次の問題です。次の文とだいたい同じ意味の文はどれですか？ここは買い物に便利です。1番はスーパー、2番はスパイダーマン、3番はスポーツジム、4番はスーパーバイザーです。正解は1番のスーパーです。スパイダーマンが近くにいても便利にはなりません。スポーツジムは健康のために通うのは便利ですね。スーパーバイザーが近くに住んでいると余計な仕事が増えるかもしれません。では次の問題です。勉強に邪魔なものは箱の中に片付けました。1番はノート、2番はペン、3番はテキスト、4番はゲームです。正解は4番のゲームです。勉強するとき、ノートやペンやテキストは使います。ゲームは勉強が終わってから使いましょう。では次の問題です。次の質問の答えはどれですか？選んでください。泳いだりリラックスします。ここはどこですか？1はエレベーター、2はクーラーボックス、3はメリーゴーランド、4はビーチです。
正解は4のビーチです。エレベーターやメリーゴーランドはリラックスできますが、泳ぐことはできません。クーラーボックスは食べ物や飲み物を冷やすためのものです。泳ぐためのものではありません。では次の問題です。一人ではできないスポーツは何ですか？1はゴルフ、2はバレーボール、3はジョギング、4はスキーです。正解は2のバレーボールです。ゴルフもジョギングもスキーも一人でもできるスポーツですが、バレーボールはレシーブもアタックもチームワークです。一人でできるのはボール拾いと空気入れぐらいです。では次の問題です。次の文章は何の説明ですか？同じものを何枚も作ります。1はコーヒー、2はジュース、3はコピー、4はプリンターです。3のコピーが正解です。コーヒーやジュースは1杯、2杯、3杯と言います。プリンターをコピーするのではなく、プリンターでコピーをします。では次の問題です。ニュースや音楽を聞きます。1はラジオ、2はワルツ、3はカメラ、4はテーブルです。正解は1のラジオです。ワルツは踊るもの、カメラは写真を撮るものです。テーブルから音楽やニュースは聞こえてきません。では次の問題です。次のカタカナの正しい絵はどれですか？このカタカナはカーテンと読みます。1はカーテン、2はオルガン、3はラーメン、4はスピーカーです。正解は1です。では次の問題です。次のカタカナの正しい絵はどれですか？
このカタカナはオートバイと読みます。和製英語です。モーターサイクルのことです。1はエスカレーター、2はモノレール、3はオートバイ、4はヨットです。正解は3のオートバイです。日本でバイクといったらモーターサイクルまたはモーターバイクのことです。海外でいうバイクは日本では自転車と言います。ヨットも和製英語ですね。では次の問題です。山田さんと恵子さんの会話です。アンダーラインに何を入れたらいいですか？今日バスで学校に来ましたか？いいえ。で、来ました。1はバッグ、2はタクシー、3はロケット、4はサンダルです。答えは2のタクシーです。バッグは持ち運ぶもの、乗れません。遠い将来、ロケットで月にある学校に行く日が来るかもしれませんね。サンダルで学校に行ってもいいですが、先生によっては C- にされてしまうかもしれないので注意しましょう。では次の問題です。山田さんと恵子さんの会話です。アンダーラインに何を入れたらいいですか？どんな果物が好きですか？好きです。1はメロン、2はチーズ、3は豆腐、4はセロリです。答えは1のメロンです。私はチーズも豆腐もセロリも大好きですが、これらは果物ではありません。では次の問題です。次のアンダーラインに言葉を入れて正しい文章にしてください。2、象がたくさんいます。1はインド、2はホテル、3はアパート、4はトイレです。正解は1のインドです。インドでは象は神様として扱われていますが、ホテルやアパートにはいません。大きすぎますね。トイレには1頭でもいたらびっくりしちゃいます。では次の問題です。携帯のがあまりありません。1はケチャップ、2はオイル、3はバッテリー、4はバーガー。正解は3のバッテリーです。1のケチャップは4のバーガーにかけて食べましょう。
オイルは車に入れてください。では次の問題です。次のアンダーラインにどんな言葉を入れたらいいですか？机の上にがあります。1はノートとセロリ、2はノートとセロテープ、3はスープとセロテープ、4はソースとテープです。正解は2のノートとセロテープです。海外ではスコッチテープということの方が多いようですが、セロテープの語源はイギリスの商品セロテープから来ています。セロリやソースは机の上に置かないで、まな板や食卓の上に置きましょう。では次の問題です。恵子さんは山に登ってと言いました。1はヤッホー、2はヤーマン、3はライター、4はメニューです。正解は1のヤッホーです。2はジャマイカのパトワで、うんとかもちろんのことです。ジャマイカではパーティーで盛り上がると、ライター、燃え尽くせという意味で使います。メニューはレストランで頼みましょう。では次の問題です。次のアンダーラインにどんな言葉を入れたらいいですか？私はよくでお昼ご飯を食べます。1はエレベーター、2はジェットコースター、3はスーツケース、4はレストランです。正解は4のレストランです。エレベーターやジェットコースターやスーツケースの中でお昼ご飯を食べたら、間違いなく消化不良を起こします。試さないように。では次の問題です。次のアンダーラインにどんな言葉を入れたらいいですか？はとても酸っぱいです。1はペンキ、2はバケツ、3はレモン、4はモップです。正解は3のレモンです。バケツと
モップは掃除に使います。ペンキはペイントのことで和製英語です。舐めてはいけません。塗るものです。では次の問題です。次の質問の答えは何ですか？寒い時に何を着ますか？1はセーター、2はストーブ、3はスリッパ、4はブーツです。答えは1のセーターです。日本ではヒーターのことをストーブと言いますが、着るものではありません。温まるものです。スリッパやブーツは着るとは言いません。履くと言います。ブーツを履いたまま家の中に入ったら追い出されます。スリッパを履いても暖かくなりません。では次の問題です。次の質問の答えは何ですか？寒い時に何を飲みますか？1はストレス、2はソックス、3はスープ、4はスマホです。正解は3のスープです。ストレスは飲まないで吐き出しましょう。人が履いたソックスは顔に近づけるのも嫌ですね。スマホは和製英語でスマートフォンのことです。飲んでも絶対暖かくなりません。カタカナクイズはこれで終わりです。お付き合いいただいてありがとうございます。楽しんでいただけたら嬉しいです。いいねと登録ボタンをよろしくお願いします。ではまたどこかでお会いしましょう。